立憲民主党は自民党派閥の政治資金事件を受けた岸田総理大臣の政治改革への対応が不十分だとして内閣不信任決議案を衆議院に提出しました与党が責任にある態度を取ってこなかったのはやはり岸田政権に大きな問題があると思っておりますよって内閣不信任案を提出をいたしました その上で立憲民主党の安住国会対策委員長は国会での追及には限界があるとして最後に残されているのは国民の審判だと述べ衆議院を解散するよう迫りました内閣不信任案には共産党のほか日本維新の会や国民民主党も賛成する見通しです。今の国会は事実上明日が最終日となる中 与野党の攻防が山場を迎えています。